大竹紳士好有録月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんです。はい毎度ということでですねちょっと冒頭室井柚月さんの件だけ簡単にお話ししておくと私ずっと長い付き合いなんですよ。で全然聞かされてなかったんです私はは基本的にですね室井さんは。 頭がが良いいい男が好きななんんんでですすねだからまあボリオさん頭めちゃくちゃいいじゃゃくじ私だから結構仲良しなんですよ、うん、あ何の関係もないです指1本触れてないですけど頭のい,い仲間なんのは安室が好きなんだけど。あのー 森永さんは選ばれなかったていうい一応私結婚しているのででねでね米山さんは東大の理ん出てる理科三類っていうのは別格なんですよ理科一類二類は運がよければ入れるんですけれども理科三類っていうのはに頭いもう桁違私大学1年生の時に理科二類三類って同じクラスなんで理算の連中をいっぱい見てきたんですけれども もう桁違いに頭があの波の人はどんなに努力しても、うんえー、絶対入れないだからもう頭がいい上に努力もできるしかも彼は弁護士資格も取ってるし頭がいい っていいいうのは間違なんです引っかかっちゃったっていうか米山さんが口説き落としたっていう話なんですけどただ私米山さんのことはよく知らないのであの室井さん男が悪いっていう部分も今まではあったので若干心配ではある心配ではあるんですけれどもあの放送を通じて聞いてないと思うんですけれども米山さんに言いたい。仲間なんんで井さ不に じゃね男気がっで、米山さん今何してんだか私よく分かんないんですけれどももう一つちゃんと働けっていうのを言っておきたいと思います仲間なんでちょっとね室井さんの前の旦那が働かなかったりしたのでね。いやでも分かんないけどもそういうのも含めて室井さんが好きになるタイプっていうのはあるんじゃない いや、そうじゃない。あ<ー>、わかんないですけど。<う>私<は>。いわゆるお金は私が稼ぐから見たいなとこちょっと。いやいや、ういやいや、いやいや。そう、そうん、そう、そうじゃなくて、ちゃんと働いてほしいな。うんうん、私は、あの、基本的に働かないやつ嫌いなので。 まあね、えとしたらちゃんと働いていらっしゃるかもしれないですけど、わ <laughs> かんないじゃか。いやかんないか,かんないから、え頑張って働いてほしいなって思うだけです。<laughs> はい、まずはおめでとうございます。<あ>えー、おめでとうございます。本当に良かったと思います。すはい。うん、えー、ということで、あの今日久しぶりに経済の話をしたいと思うんですけれども、うんはい、えー、5月の8日にですね、アメリカの雇用統計っていうのが発表されて、これはあの景気を見る上で非常に重要だと言われている指標。 なんですけれども、はいえー、なんとですね、非農林雇用者数、まあ、農業以外の働いている人の数がですね、えー、前の月に比べて4月は2050万人も減ったと、はい、2000万人以上働く人が減ったんですね、はい、でしかも失業率は3月の4.4%から14.7%に上がったまあ15%が、うん アメリカは失業者と、ねえー、これあの世界恐慌の後、うん、25%まで上がったことあるんですけど、うん、まだこれ途中経過なんで、うんうん、この先もね,、はい、ねあの、うん、ちなみにリーマンショックの時は10.8%だったでもう超えたんだ,だそれをもう1.5倍ぐらいしちら大変じゃないですかう大変なことになっているんですこれですねトランプ大統領は あの、最初220兆円の経済対策を発表したんですけど、その後追加追加追加で、はい、今300兆円もお金出してるんです。ちなみに日本は25兆円なんですけど、うん、<laughs> その10倍以上出したのに焼け石に水だったっていうことなんですね。ねえー、で、ところがです、今日私が言いたいのは、はいえー、こんだけすごい 数字が出て、アメリカの景気が大失速してるっていうのに、うんうん、この発表された当日のニューヨークダウ、株価はですね、うん、前日比455ドルも上がったんです。で<え>、24,331ドルになったと。うんうんうん <laughs> でこれね、今、アメリカで何が起こってるかっていうと、はい、あのノーベル経済学賞を受賞したシラーっていう大学の先生がいるんですけど、はい、このシラ PER っていう株価の割高指標をこの人が作ったんです。はい、で、このシラ PER が25倍を超えると、もうバブルに入っているうん、うん、えっていうことなんですけど、はい、この25倍っていうのをニューヨークダウンに引き直すと、うん 万ドル<お>つまりです、ね、で2万3000ドルを超えた部分はもうバブルなんです、はい、で、うん、今も2万4000ドルを超えてるわけですから、つまりですね、コロナでドーンと弾けたバブルが、また復活してバブルになっているっていうのが、アメリカで起こっている現象なんです。 ちょっと意味わかんないですけど、コロナで弾桁バブルが、あのアメリカの株価はざっくり言うと今年の2月ピークだったんですよ。まあ3万ドル弱まで行ったんですけど、そっから4割下がったんです。で、4割下がったのの今半分戻したっていう状況です。これはですね、何もアメリカの話だけじゃなくて、日本も同じことが起こっていて、日本はですね、2月が 1>, えー、1月がピークだったんですけれども、2万4116円、ここから日本は3割落ちました、うん、株価が。うん、でも、はい、今、うん、その半分もとしてる、うん、アメリカと全く一緒なんですよ。で、これね、日本は今、最悪の景気状況になっているんですよ。うんうん、で何が起こっったののかっていうのを この1年間振り返ってみると、まずですね、えー、去年の10月、消費税を10%に増税しました。はい、これ、景気が一気に失速して、はいうん、年率で 7.1%GDP が落ちたんです。こ、うん、の1、3月期は、あと1週間しないと発表されないんですけれども、うん、直近の大和総研の予測で、マイナス5.8%、はいうん、そしてさらにひどいのが、うん、今を含む4、6月期。 これはまだ途中なんで結果は全然出てないんですけれども産経新聞がエコノミスト主要エコノミストにアンケートをしましたなぜか私のところには来なかったんですけれども使用されてないのか森永はいいかいやまあまあいいかって外されたんですけれどもそのエコノミストの平均の成長率予想 なんとマイナス21.8%、22%も落ちるっていうのがエコノミスト予測の平均です、つまり去年の10月からこう坂道転げ落ちてるわけですよ、でそれがこう落ち方が激しくなってるので、現時点で、こういう数字を当てはめて、1年前と今と比べると、どれだけ GDP が動いたかというのを計算すると、なんとマイナス9%なんです。はい あの日本で一番成長率がマイナスになったのは、リーマンショックの翌年の2009年、この時にマイナス5.4%だったんです、よいいですか、最悪がマイナス5.4、5. 5. 5今はマイナス9倍近いひでえ状態なのに、なんで株価が急激に上がるのっていうことなんですね。 一般的な解説は、うんえー、投資家の皆さんが、うんえー、今後コロナが収束して経済が V 字回復するんだ、うん、なるほど。うん、株価は半年先の経済を織り込んでいるんだからこれは正しい 株価形成なんだっていうのが、うん、まあ普通の解説になっているんですけれども。ね、なんかなんか腑に打ちませんけどね,ねそれが本当かっていうのも、うん、私はよくわからないわけです。何でかっていうと、うんうん まあ緊急事態宣言からこう1か月ちょっと経ってまあ企業というのは資金繰りがつかなくなるとバタバタ潰れていくわけですだ金融の危機になっていくんですけれどもまあこのまんまずるずる自粛を続けたら倒産がばんばん増えていくのが目に見えてるわけですねで倒産するとそこに商品を納めていた会社というのがこう売り上げ回収できなくてこれ連鎖していくわけですよあるいは金融機関にも その不良債権がどんどん発生していくわけですね、うんうん、でさらに感染症の専門家によると、うん、まあ今回のが収束しても、秋にまた来るだろうっていう人も結構いるんです、そういうことを考えると、こんなね、V 字回復というか、株価が V 字回復するっていうのは、うんうん ちょっとおかしいんじゃないかなって、私は全然、腑に落ちないんです理由がないですもんね、世の中を支配している、その機関投資家が、その大儲け、さらに儲けようと思って、株価を操作しつつ、この先、望みがあるような形を作って、それに乗っかる一般投資家のそのお金を搾取しようっていう、そういうことはないですか、まあ、搾取しようって言ってるから、乗っかってる人がいっぱいいるっていうのは、私は間違いないんだと思うんですよ。 で私の見立てはねこの、えー、バブル崩壊で損失をした投資家がそれを取り返そうとまた新たなバブルに乗っかりつつあるっていうのが今の現状なんだと思うんです。でねこれリーマンショックのあと、えー、実はその金融資本主義はダメだっていうのにみんなが気づきかけたんですけれどもそこで。 中国がですね10年間で日本円にすると8000兆円っていうとんでもない額の投資をして世界経済引き上げちゃったんでもう一回バブルになってっちゃったわけですよで今回それがないにもかかわらず私はその金に金を稼がせようっていう人たちが何の反省もしてなくてもう一回バブルを起こそうとしてんじゃないかなっていう気がして。 がないですよね日本の株でも、投資家の人は、外国の人はとっても大きい割合を秘めてるっていうけども、本当なんですか、それは。本当です6割近くがなんか、ただ、外国人か日本人かっていうのは、もう区別があんまり意味なくなってきていて、金の亡者か普通の人かっていう分類の方が、私は正しいんじゃないかと思うんですけれども。ここうう これをね、うん、私はやっぱりいいけないんだと思うんです、うん、ならあの今日何を言いたいかっていうと、うん、金に金を稼がせるんじゃなくって、うん、真面目に働こうぜっていうのが、うん、私のこの10年間続けてきたキャンペーンなんですけれども、うん、やっぱりね、うん、人間 あの乗らないですねあまりそのんな話え働こうよそうだと思いますけどね。はあ、<laughs> でも乗らないですよねなんかこう1秒間の争いの中で儲けてるお金がお金を生むような世界が。でもね、うん、あの文化放送の,、うん、あのリスナーは割と。うん ちゃんと働いてる人が大部分を占めて。あ, <laughs> あの、金に金稼ぎかそうとする人はどことは言わないですけど、うん、別の種類のラジオ聞いて。どこの、るどの曲ですか。す問題発言じゃない。はい <laughs> えということで<ー>皆さんちゃんと働きましょう, <laughs> もう働いてますはい。はい、森永さんも畑増やしてるしねはい <laughs> ね。話も盛り上がっておりますがお時間来てしまいましたえー、森永さんありがとうございましたまあ、まあ、明日は深澤真紀さんがいらっしゃいますお知らせの後は交通情報です 大竹紳士高有禄、火曜日の担当は独協大学特任教授でコラムニストの深澤牧さんです。よろしくお願いします。お願いします。えっとこのコーナーでは2月25日に、うん、検事長の定年延長問題取り上げたのを覚えていらっしゃる方もいると思うんですけどね。うん、あのこれに関連して、うん、ハッシュタグ、はい、検察庁法改正案に抗議しますが。うん ツイッターで現時点で700万ほどつぶやかれています、うん、<今>700万に行きましたかもう行きましたねただ、うん、あの政府の中では一人で何回もツイートできるしこんなものは世論ではないっていう声があります、うん、もちろんね、中には多数のハッシュタグをコピペしているあのスパムみたいなものもあるんですけれどもでもやっぱり数百万はありそうで私はあのパソコン通信の頃から35年以上ネット見てますけど、うん、日本で多分ネットデモと言える状況が、うん、ここまで盛り上がったのは初めてじゃない かなという,ふうに思ってます、うん、で,す、ね、でちょっと2月25日の内容とちょっと重複してしまうんですが、改めて整理しますね、はいうん、今年2月に63歳の誕生日で定年退官する予定だった東京高検の検事長の黒川博文氏について、はい、半年後の8月まで続投される人事が閣議決定されたんですね。はいうん、で検事長というのは、あのは、ー、あ 今回、その検察庁の63歳の定年を超えて勤務を続けるのは初めてで、しかも黒川氏だけが定年延長されたわけです。うん、で、黒川氏は今は検察でナンバー2となる東京高検の検事長だったわけですけれども、うん、でナンバー1にあたる検事総長候補の一人だったんだけど、うん もしその2月に定年してしまえば、うんええー、検事総長にならなかったはずなんですねで、検事総長だけは定年が65歳で、現在の稲田検事総長が今年の8月までに辞職するであろうということで、うん、つまり黒田氏を8月まで定年延長させれば、うんえー、検事総長にし。 できると、うん、で政府に近い読売新聞にもですね、うん、安倍首相と官房長官は黒川氏が望ましいという意向を示したとも書かれているわけですね。うんはい、で黒川さんという人は法務省の官房長と時間を6年余り務めて、うんえー、この間、検察はまあ政治家の絡む事件に積極的に動かなかったので安倍政権の守護神と揶揄されている、うん、まあそういう人がまあ延長されたわけです。うんうん、でで検察庁法というのは特別法でやっぱり政治家 非常に特殊な行政の中でも特殊な役割ですので、はい、一般の国家公務員法よりも優先すると。 1981年に定年が導入されるときに国家公務員法は改定されたんですけど、うんえー、それでも国家公務員法よりも検察庁法の方が上であるって言われていたのに、うんうん、安倍さんが今年に入って、えー、検察庁法よりも国家公務員法の定年延長を優先させる解釈を変更したと答弁して、うんうん、あまりにも不自然だということで安倍政権支持の産経新聞でさ2月に 2>、うん 定年延長の解釈変更、根拠の説明をしろと書いているぐらい、うんえまあ、非常に不自然なことが起こったわけです、す、はい、今回のハッシュタグについて、要するに黒川氏はもうすでに定年延長されてると、うん、なのに今回の警察情報が改正されたって、もう黒川氏は定年延長されてるんだから、うんうん、それを理解しないで反対してるんだろうみたいな、うん、え批判もあるんですけど、はい、これね、実はそうではないんですね。うん というのは政府は確かにもともと検察庁法は改正する予定は確かにあったんですが、うん、この黒川氏の定年延長を決定したときに実は、ね、条例を増やしているんですね。うん、どういうことかというともともと検察庁法の改正は 検事の定年を65歳にてえ延長するんだけれども、うん、検察の幹部は63歳で役職定年になるっていう、うん、シンプルな改正案だったんです。うんうん、ところが、この黒川氏の定年延長とともに、うん、内閣が定めるときには、 検事総長や一般の,その検事とか検察幹部の定年を段階的に延長できるという条文を追加したんですですから、黒川氏も68歳まで定年延長できるようになるし今後もです、ね、内閣が政治家の不正を捜査する任務である検察の役職定年をコントロールできるという、まあ、ですから、やはり今回の検察庁法の改正はかなり問題がある。 だから今回のハッシュタグはこういったこ為への抗議だし署名サイトではそもそもやっぱり黒川氏の今回の定年長がおかしいので反対したいという署名も行われていてまあ30万以上これも集まっているで今日の今、国会がまさに行われていて野党はとにかくですね内閣の判断でその県事長とかその幹部の役職定年を 特例的に3年間延長できるというようなこの部分はやっぱり不自然だから、うん、そこは削除してほしいという修正案を出しているんですけれども、うん、まあ自民党はとにかくやるんだと。 で自民党の中でも、石破さんは強行採決には反対を表明をしているというようなことが、今回のこの検察庁法の改正の大きな問題で、黒川さんの,検査あの定年延長は確かに行われてしまった後なんだけれども、どちらしても今回、こういう法改正が起こるとです、ね、内閣が恣意的にコントロールしてしまうことになるよということが問題になっています石破さん以外は、反対に回ってる人は別に言いないんですか。 はい。新次郎さんに聞かれたらノーコメントって言ってましたね。これあの、深澤さん、あの、私ちょっと考えてみたんですけど、その安倍政権がこの法案が成立したしても、あの、内閣が恣意的にその検事総長の定年を延長することがないって言ってますけど、あの、安倍政権よりもっともっともっとひどい政権がその行政権握った場合、はいはい、これそうとっても便利な法律なん じゃないですかはい。あの、のじゃない自分、そうですよね。自分たちに都合のいい検事総長をよくやった1年延長ね、はい、またよくやってくれた2年延長ね、はい、また政治家の不正を目をつぶってくれた3年延長ねって、絶対手放さないですよ。うん、どの権力機構そう,うこ,ですこれ、それがたった。 野党がたとえね、たとえ実権とかがなったって、これを便利ですよあの権力側は。うんはい、だからあの自民党が下野して、あの他の今の野党とか、新しい政党が権力握ったときに、これ、手放さないですよ。 で、自分たちに都合にいいように運用していくと思うんですね。はい、だから、与党の人たちもちゃんと考えて、自分で判断してほしいし。はい、あの。そうなんです、うん。そういうことだと思いますね。まあ、野党が政権を握ることは、しばらくないだろうなみたいな。<laughs> まあな,ね、ない、ないでしょうけどね。<ー>だから、安倍さんよりもっと。それぐらい悪い。すごく広い。ね、今回の発出。 今回のハッシュタグには多くの著名人も参加したじゃないですか、はい、であの例えばキャリーパミューパミューさんの場合は、うん、なんとですね謝罪と削除にまで追い込まれてしまっています、うん、なぜかというと、日本では芸能人に対して政治的発言をするなってよく言うわけですよね、うん、それでその芸能人たちは非常に叩かれてるんですけど、これね、人の政治的発言を封じる発言って、最も悪質な政治的発言ですよね。お前政治的なことを言うな 考えるなって人に言うのって一番だめな発言じゃないですか、それは日本では芸能人の人に対して投げるっていう、これもね、今回のハッシュタグの問題、大きな問題の一つだと思うんですね事務所的にもいろんな事務所はいろんなそういう発言をしてほしくないっていうふうにみんなまあ思ってるでしょうね、どの事務所も。関関わわったおもね日本の特殊性ですよね。 あの本来であれば、どんな人にも政治的っていうのは別にあの誰しもに許された権利ですから投票の権利があるようにそれが日本だけは誰かが若い女性が行ったり芸能人が行ったりすると一斉に叩くということがあってまあ今回もいろいろな芸能人の人とかですね若い人たちがお前が余計なことを言うなと叩かれているということもあります、これを機にそういう風潮もですねぜひ見直していきたいなと思うんですね。 ただ、そんな中で、そのこの多くの芸能人の方は、よく声を上げたというふうにもれますよね今回の,そのコロナに関する政権に対する不信感が高まっていて、この問題自体は実は2月に本当は起こっていたことなわけですけれども、改めてこの今の政権を象徴するような出来事、うんうん、つまり今の自分たちに都合のいいように恣意的にお金の人を伸ばすとか、そうい、ん、うことが、こう ままととっったた不満もあ思うんですね今、ここで声を上げなかったら私たちはずっと声を上げられない、ただ実際に今回のコロナに関してもネットで盛り上がったことで変わってきたことってたくさんあるじゃないですか、もっと給付をやせとかいろんな人に対してやっていこうというそういう意味では SNS 世論が馬鹿にできないということが私たちも分かってきたのでそういったことが今回のことに。 つながってきたわけですしこれからもどんどんこうやって、ねうん、SNS で今、デモができませんから、うん、リアルな外で、はい、SNS でデモをやるということもとても大事ですし、うん、著名人の方もどんどん声を上げていくことはとても大事だなと思いますね。うん あのまあ、今まではある種、言いりいは別として、メディアが世論を引っ張っていたっていうところがあったと思うんですけど、はい、この検察庁法の改正案については、ずいぶん前から問題点が指摘されていたのにもかかわらず、あのまあ、メディアも一部取り上げてはいましたけれども、大々的にやっては来なかったような気持ちがするんですね、はい、そういった中で、このま、まあ、著名人の方々が SNS を通じて発信して声を上げた、そして600万、700万の,そのツイートがあったっていう。 ということでようやくメディアも、あじゃあ、お手を振って報道していいんだみたいな感じになってるんで、そ,ですよね、それちょっとあのお遅いかなと、今頃になってっていう感じは若干ありますけどね、まあ、それでも情報番組も、ネットで盛り上がっているというエクスキューズのおかげで、これを取り上げることができるようになったんですね。うん、ということは、まあ、情報番組もいろんなことを忖度してると思うんですが、こうやってネットで盛り上がっていることを取り上げたんですよというようなエクスキューズを作って。 えー、なるためにも、ですね,、うん、ね SNS で私たちが声を上げていくということは、実はメディアを動かす大きな力になるということを改めて分かったんじゃないかなと思いますね、情報番組も、ねうん、取り上げやすいです、うん、SNS でやってくれればこれ、与党、まあ、野党は修正案出してますけど、うん、与党はあのまあ今週中に衆議院を通過させたいというか、通過させるつもりではいると思うんですが。 この流れは、もう、このツイートが800万、900万、例えば1000万になったとしても、はい、もう止まらない感じなんですかね。 ただ本当に、ここを削除するだけのことですからね、本来であれば、定年延長、特例であるっていうところは、一回本当は保留していいはずなんですよ、急につけたあの条例ですし。去年の10月の法務省の案では、こういったその3年最長で、内閣の判断で定年が延長できるっていうのは、去年の10月の改正案のたたき台が法務省で作ったときにはなかったわけだから、法務省の考えではないっていうことも言えますよね。 そうな、うんです、総務省には今回のあくまでも黒川氏の定年延長のあとに付けられたということを考えると黒川氏の定年延長を後付け的に正当化するということと、うん、これ、いい手だから。 もう法律で固定化しちゃおうよっていうことですから、本当に悪質なんですね、うん、あのですからまだまだ SNS で声を上げていくこと、十分効果があると思うので、改めてですねこのハッシュタグえ、諦めずに声を上げていただいて、そうしたら、ね、情報番組とか、うん、えニュースとかでも取り上げざるを得ないですから、SNS デモの成功例のとしてなるように、私たちはここで声を上げていくこと、とても大事だと思います。うん、あの今まである種その 定年延長がなかったっていうことは、検察官だったら優秀な人がいっぱいいるから、誰がなってもしっかりと検察機構が守れるっていうことだったと思うんですけど、黒川さんしかいないってなったら、はい、あんたら他の人ダメだよって、うん、ある種検察全体が言われてるようなもんだから、はい、検察官の人たちって、うん、あの、声は上げられないでしょうけど、相当頭きてるんじゃないかなっていう感じがするんです,けど、ねすで。そもそも東京、大阪、名古屋の後見の検事長っていうのは、基本的に優秀な人がなるのか。 ので、その人たちが、あの、そもそも上がっていくポストですからね。あの、本当にいろいろおかしい法律なんです。うん、よく調べていただいて、ええー、どんどん声を上げていただきたいと思います。はい。はい。え紳士有、五十六、今日の担当は。深澤真紀さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いては、大竹、あ、失礼しました。続いて、大竹、紳士公有録、五十六、毎週水曜日、北野教授です。今日もお電話なんです。教授。あ、どうも。 間違えたね。間違えちゃったね。今日の多摩センターはどうですか?。多摩センターはね、ま、まだマスクが来ない。あ、そう。雨のマスクですか?。雨のマスク。来ない。来た。来てないよ。あ、都会でも来てないんだ。うん。来てない。今もうマスクニュースの中で溢れてる場所もあるみたいね。うそ嘘。だいぶ出回ってきてる。あのなんか。 でも高いんでしょいや根崩れ起こしてるしまあ品質がいいの悪いのいろいろあるみたいです玉石混交みたいですけど出回ってて根も下がってきてるみたいでもちゃんとしたメーカーのマスクが適正の値段でっていうのも聞いたよまあ一部はねそうね携帯でお願いしまそうだね今更届いてもねああそれでね今日今日も散歩してまあそんな話だけじゃないけど10円以上た もう、もう、たまセンターの散歩の報告もういいよ、お前。いや、10円拾ったとかさ。10円拾った。10円拾った。よかったね。それどうしましたそれで終わりたいその話。えいやいや、なんか寂しくなっちゃったな、十円拾った。もうさ、飽きただろ、多摩飽きない。なんで飽きないんだよ。もうそろそろ都会に出てこいよ、お前も。いやいや、郊外は素晴らしいよ。いや、そうだけど、ずっといて平気なの、君。全然平気。 快適お家にずっといるんですかんうんずっといるねだっても、う散歩してカメ見て散歩してなんか木彫りのものもらって散歩して十円玉拾ったっていうそれだけの話じゃないかとお前い俺,俺の家でリモートもやったよリモートしてるんだよ,んだよちゃんとリモートリモートワークしてんですかしたよあ、他の番組でですかそうそうえ、映像もつないだんですか 映像繋いでよ。なんでここ映像繋いでくれないのそれは違う。ヒロコどうしてんのヒロコは。ノートパソコンを持ってきてもらってやったんだ。ヒロコはどうしてんのヒロコいるよ。ひヒロコさんまた声聞きたいですねこさん。こんにちは。<laughs> もう出てくれ。なんかもう。うん なんだよ。いろいろ騒がれて。ひろこさん、ひろこさん。お元気ですか。こんにちは。声だけ。声だけ聞かない。ひろこさん、毎日亭主がちに。ひろこさん。毎日亭主がうちにいて、あの晩飯とか面倒くさくありませんか。もう煮詰まってきました。そうですか。昔からだから。あ。山田さんが出てきたのに、そろそろもう。 あれじゃないかって言ってるところ。今度行くよ。またスタジオにまたいらっしゃるっていうことですか。ひろこさんも来るの？違う。じゃあね、頑張ってください。ジョーカー引かないでね。あ、そうなのね。なんか言ってくちょっとわかんだけど、今日の晩飯何？今日はね。今日の晩飯何かって。今日まだ決めてないけど、冷やし昨日何食った？冷や中華かもしれない。冷やし中華。暑いですからね。あまあ。 手抜き料理だね。なんつんこってんですか。冷や中だって大変なんですよ。切ったり貼ったりするの。あんなのインスタントでいいのがあるんだ今。それでね、たぶんしててミミズがね、干からびてんのね。あら道路でミミズじゃないよって。インスタントじゃないよって。インスタントじゃないんだ。はい。えっとね、ミミズはね、まあどうでもいいんだけど、ななんでね、俺じっと見てたんだけど。 からびちゃうのに、外出てくるんだろうと思って。ああ、あれ雨降った後出てきちゃうんじゃねえの。ね<え>。なんでだと思。あの、水分が地べたにもあるから。うん、そこでも暮らせると思って、みんな穴から出てきちゃうんじゃねの。違うの。違うんだ。でも、雨が降ったり、なんかするとね。うんうん、あの、ミがね、酸素、呼吸困難になっちゃって。うん、あ土の中に空気がなくなるんだ。ああ、酸欠になっちゃうんだ。あ、そうなの。 だからこの夏なんかもバクテリアが土の中に増えてってねそのバクテリアが酸素を吸っちゃうんで水の水分がなくなって出てきてハーって出てきたら干からびちゃうそれで干からびちゃんじゃ出てきてプハーってしたらあれでまた潜りゃいいじゃんそうはいかないくさいじゃなや潜ったって酸素がないんだもんだから何回か出てくるゃいいんじゃねえの違う顔だけ出してなそうそうそう全部出すことはねえだろ 生きするとこだけ出しそこてもいなんですかね。歩いてるとね。うん、いや、面白いよ、世の中は。うん、そう世の中は面白いって、う10円拾ったとしてミミズず見てたって話な人との交渉がねじゃねえかあんまり。えそれがおかしいじゃねえかよ。うん、まあまあ、だからもう、本当、老人のあれじゃん、なんかこう、楽しみの見つけ方,見つけ方があれです、ね。ちょっとあの 純散歩の亜種みたいな感じですね。いやいや、それでね、ちょっと晩水に聞きたいんだけどね。私うん。あの、炎上って言うじゃよく。はい。お互いわかんないだろわかんないよ。あの、炎上ってどういうことなの炎上ネットで炎上するって。ツイッターがってことみんなが文句言うことじゃないですかいや、炎上するっていうのは文句言うことだけなの。 でいっぱい例えばなんかコメントが殺到したりとかアクセスが殺到したりすることじゃないですか、うん、パソコンが使,使えなくなっちゃうのなんかサーバーがダウンするっていう話も聞いたことありますねははサーバーがダウン例えばどっかのホームページに批判が集まってサーバーがダウンしましたみたいな。うんうんままあ、それが元になって、うん、あれなんじゃないの,あのたくさん文句とかそういうのが来ることを。うん 炎上っていうんじゃないの多分そうだと思いますどうしたの？炎上しろよたまにお前もダメだよ炎上なんて <laughs> なんか言って炎上しろよお前いやだからね、うん、この炎上とかね抽象とかネットのね、うんうん、情けなくてねそうだねなんで、うん、みんなで一人をこういじめるんだろうねいやだからあれなんだよそれはそれで追求する方はそこに正義があるっていうふうに思ってるってことでしょ だから、自分の正義は譲れないわけだよ、うん、なんでこんなさなかにお店いつまでもやってんだって張り紙するわけでしょ。まそ,そうでもしないとし、自分の正気保てない人が増えてますからね。あまあ、正気も保てないかもしれないけど、うんうん、それはその人にとって正義だからね。どなんか正義っぽいけど、正義かどうか、もう犯罪者だよね、うん、ある種、俺に言わせると。 まあ行き過ぎた自粛警察みたいな動きっていうことですよねいやいや女性がね新聞でコロナ感染してて東京に来てもうすごいデマとかそうですね職場とかねありもしない場所をね特定したりとかコロナ女とかテロリストとか日本から追放とかそういうことを言うやつはもう とにかくあれだよね、あの取り締まらなきゃいけないと思っていや、でも、そ,まあ、そうなんだけど、それだけもう、そのなんていうの、うん、まあこのコロナとのストレスの中で、うん、自分を保とうとするときに、うん、やっぱり近くのものから、見えるものからをこう攻撃していくっていう方法、ね、そこしか、やっぱりもう、煮詰まってる感じするよね。んな民族だっったのかと思って日本は情けないよ ズを見てるよね。それはそうかもしんないね。ほんとこれでね、いろんなことをこう考えててね、あの、気づいたんだけど、ポツンと一軒家ってあるでしょ、番組。今すごい人気だね。うん。これがね、春節中かなんかで視聴率トップなんだよ。あ、そう。ていうか、人の心はやっぱこっちの方に流れてる部分もある。相当。 最高の視聴率ってことはすごいよね同調圧力からの疲れですよね感じにそうだねまあ番組自体もタレントが出てないからね所さんとスタジオいるけどディレクターが直に行ってるじゃないああそうだねねハン持っっててますよだからね こう見やすいというのもはあ、うん、あるのかないややっぱいじめはダメだよ。ちょっとやっぱしあのあれだねポツンとイケヤはさ、うん、やっぱしポツンとしたところで暮らしたいっていう話じゃん。うん、それがいう願望があるから見てんじゃないかな。一人になりたい。一人になりたいと、うん、一人はこんなになんかこう一人束縛されずに、うん、その代わりあっちに水汲みに行かなくちゃいけなかったりとか、うん、大変な。 時間,と間かかりますよこれはね、ぽつ、うんといけば、一、まあ、人で住んでる場合もあるけど、うん、夫婦で住んでる場合もあるまあそ,うそうそう、まあ、夫婦二人でとかね。仲がいいんだよ、うん、何がい、うん。いや、だからもう、このなんていうの、人との人間関係にコロナも含めて、もう疲れちゃったんだねそれもあるよね、うん、もうこれはもうネットとは真逆の世界だと思って。うんうん それでネットのこういう抽象っていうのは見る人も多いわけ俺見たことないから分かんないけどまあ俺もあんまり見ないんだけどねどこでそれが行われてどんなのがあるのかよく分かんないけどね自分の悪口いっぱい調べるそれでなんかちょっとそれで逆に心の平安を保ってます あ韓国でそれで自殺しちゃった人もいたよね随分前うんいじめられてはいね<え>あ大変だね嫌なせっかいだよ<ー>本当にやっぱりでもな、うん、お前の見てるミミズは死んじゃったミミズだからな本当に死んでましたもうう死にそう 死んじゃて若干動いたりもしてるんですかいやそれ死んでるよ死んでる死んでる意外とね死んでました大きな大きなお水かけたら戻る可能性ありますよない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 だから口でね酸素送ってあげようと思ったんだけど皮膚呼吸だからね皮膚呼吸なのそうなんだってあそうそれは大変だな水もまあそりゃそうだな のの口ってどこにあるのあ、うん、それでね、うん、まだ一方的に何か話しちゃって申し訳ないけど YouTube 見ててね俺は別にその中象者さんなんか見る方もだめだと思ってるんだけど、うんうん、YouTube でね、うんえり「えりもみさき」って歌あるじゃん森進一さんの。はいうん、と吉田拓郎が。うん 「えりもの春は何もない春です」ってやつねこれはこの時期ね、うん、一番いい歌だ俺は推薦するの歌なんだけどちょっと歌ってみ「えりもの春は何もない春です」ってこれサビねそんなにひどくないそんなひどくないねびっくりした <laughs> このね、うん、いやわれわれの方がひどい可能性で、うんうんうん、ありますよあ,、うん、あのね、まあ 歌事の中で友達が来たらどうするんだっけ温めるって言ってるんだよ遠慮はいらないからこの歌のねできた時にもひわの YouTube があってね森進一さんも吉田拓郎さんもねスキャンダルでねみんなからいじめられてね逆境の時に作った だからこの歌をもう一回聴いてみるとあなるほどこの今日の時にこうやって静かに笑ってしまおうよとかいうねなんかしみじみとしたものがあるんで感動しちゃったんだけど年寄りには聞くかもしれないなでもそんだけ昔からそうやって一人を叩くっていうのはある文化なんですか もうだって週刊誌なんてほとんど嘘ばっかで書いたりしてるそれでうさはらしてお金出してそれでうさはらしてる人がいるってことですもんねそうそうあれはあそこン週刊誌とか訴えられるからともかくねネット上訴えるってもねものすごく難しいよねしかもね今なんか若い人たちはみんななんか応援歌みたいなね ポジティブなね明日を目指して走っていこうみたいなねそういうのよりか年齢にもよるんじゃないの俺たちぐらいになるとんかその「襟裳岬」みたいな曲の方がんか心に染みちゃうんじゃないのそうかもしれないですね。頑張れ頑張れよりこのとにかくなカメとかミミズとか地べたから離れる十円玉とか。何がいいだろ もっと上を向いてさそうなんだよ俺十円玉拾った時にね、うん、こんなに俺は下向いて歩いてるのかと思って <laughs> 時間来ちゃったよ教授何もない春っていうのはねさあここでお時間です、うん、北郎教授また来週もよろしくお願いします明日のこの時間三浦潤さんの登場ですお知らせの後交通情報ですこうういいみた大人同士のガチンコトーク大竹紳士高有力月1レギュラーの三浦潤さん今日は電話での出演です 三浦さーんどうもよろしくお願いしますすいません電話でよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今日は今日はね今日はですねあの僕デビューして1980年に僕一応デビューしたことになってるんですけど一応デビューしたっていうのもなんなんですけども一応僕ガロっていうははいい。 漫画雑誌で、はい、ちょっと特殊な漫画雑誌でデビューしたもんで、その特殊ゆえの理由が、原稿料が出なかったんですよ、出てないんですよね、はい、あのこの世の中にはあのー、2種類あって、はい、原稿料もらえる出版社ともらえない出版社といのがあって、なんか僕、後者の,の方でデビューして、 たんですけども。当時、ガロは誰にも出してないんですか?。誰にも出してなかった。はい、その前は、あの、編集長から。みかんもらったり。なんか定規もらったりしたっていう話は聞いたことあったんですけど。多分、エビスさんの時代からも、もらってない。かったと思います。すごい雑誌ですね。はい、だから、僕。デビューしたのかよく。分かんなくて。まあ。デビューって、一応。 お金もらうことでですよね、まあ、世間では、ね、おばあちゃんが言いますね、うんうん、お金をもらって一人前だってですよね、うん、だから僕、まあ、漫画家でデビューしたんですけど、漫画書いては、紙代と、まあ、インク代とかを損失してるわけで、うんでね、デビューじゃなくて、趣味だったような気がするんですよね。だから <laughs> あでもガロって雑誌は でもちゃんとお金取って売ってるからね、売ってます、<ー>すごい、ゼロ円であんな才能が集まったんだあああはい、あのい売っている上にあに、のー、総本っていうか、自分の載った本も、うんあの、買ってもらえますよねって言われて、つい<え><え>はいって言って、ずっと買ってた口なんですけども。<laughs> 自分でそれはお金出して買ってたはいそれお金出してて買ってたんですけども、<laughs> すごいね、それから40年経ったんですけども。うん、はい、えー ちょうど僕がデビューした頃にあのムーっていう雑誌が出たんですよムーってご存知ですか知ってますあの超常現象みたいなそうです学研の UFO とか超常現象とかニラサワさんっていう人が編集長からニラサさんはねタマっていうやつだったと思いますあっちはタマの方かはいそうです一時ねあの結構話題にもなって 日テレ系列ではよく、はいうん、UFO 呼んだりね、はい、ありましたね僕も一回、あのーうん、11PM っていう番組で、うんはい、日テレの屋上の上に行かされて、うん <laughs> はい、なんか数人の人たちと輪になって、うんはい、ベントラベントラスペースピープルって言って、夜空に叫ぶ会、一回参加させられたことあったんですけど、はい、その時もまあ、 見える人は見えるって言うんですよね、そこにいるって言うんですけど、僕はさっぱり見えなかったんですけども、ある UFO 研究家の方は、もうそこにいるじゃないかって何回もおっしゃってたんですけども、一回も見えなかったんですけども、その雑誌ももう41年目になって、僕なんか、ちょっと気持ち、同期な気持ちもあって。 あの本屋さんにたまに行くと、ムーとブルースソウルレコーズっていうね、これは8年か9年ぐらい前に出たあのブルースとソウルだけの専門誌で、CD がついてるんですよ、すごい古いあのデルタブルースとかの特集とかやってるんですけども。 まあその2冊、まだあるかなっていうのを確かめるためによく本夜パトロールしているんですけどもま,あまだあの健在なんですよ、その2冊でまあちょっと嬉しいなっていつも思ってるんですけどもまあネタがほとんど変わっていないっていうかまあそのムーもそうですし自分もそうなんですけども。 ムースピリッツっていうんですかね、ネタほとんど同じで、うん、ちょっと違う見せ方をして、40年間来ているという状態で、大竹さんとかは UFO とかご覧になったことありますあの残念ながらね、ないんですけども、あそうですか、はい、でもあの、テレビタックルの特番として、年に1回だけ UFO 特番があるんですけど、大竹さんって叱る側でしたっけ、ひょっとして。 えー、叱る側で私とか、あのー、キッチュさんとかでしょ、はい、あと大槻教授とね、でも大竹さんはもう見,、うん、見,見ることもないだろうと。 思っておられます、うん、一回屋上を上げられて、あれなんだろうっていうのはあったんですけども、うんはい、なんだかはわからなかったですねで,、うん、でも、まあ一応、なんだかよくわからないっていうのが UFO の意味ですから、うん、はいそうで自然飛行物体ですから、現場とは限らないわけで、僕もそのムーをたまにしかもう買いませんけども。あのー 出た当時はよく毎月買ってたんですけど、やっぱりそうやって買ってると見、うん、見るんですよね、見た気になるっていうか、うん、僕、一回、三鷹で一回なんか、葉巻型の UFO みたいな見たやつ見たことあるんですけども、うんはい、実際にやっぱり毎日こう見たいとか、思ってるとか、うん。うん ムーを毎月買ってるとかっていう特典であれ見せてもらえるやつで、うんうん、あご褒美なんですかあそうですあれご褒美なんで, <laughs> であまり本を買わなかったりすると見られない <laughs> <ー>だと思うんですよねなんだろう焼き付くのかな、うん、残像みたいなのなん,かなんかできるのかな三浦さん見たことないですかないです見たいんですけどないですでも自分がよくわからない未確認であればもうオッケーですからねそれで 未確認であればでもなんか今年はつい何週1週間も経たないけどアメリカのなんかまさか何かのやってましたね映像が公開されて,て、えー、未確認飛行物体わからないっていうねでもそれもちょっとかつてよくムーが取り上げてた、うんはい、アダムスキー型って呼ばれてる、はい 円盤のそうですね、ですよね、あれ、なんか科学的証明とか写真とかされて、もう真っ赤な嘘だっていうことはばれたにもかかわらず、円盤っていうと、やっぱあの形なんですよね、イメージはね。なんか二重になってるような、上になんか乗っかってるような感じのですよも、あのニュースが出たんで、毎年、年末の特番、どうすんのみたいなこと言ってるんだけど、年末の特番ね、これ、 レーティング取るんですよあれやっぱり,、ね、っぱりと取りますよね、はい。だから今年あれがアメリカのほうで出たから、うん、もうあの肯定論者たちは、うん、ほら見たことかと。はい。もう多分来月号のムーにはもう、大々的にと思うんですけどね。久々の。うん、ねえ、久々に出ましたよね。うちの実家の方は結構 UFO が出るって。 ってていう、うん、言われてたんだよななんかで読んだりとか、いらごろの辺で見たっていう人が何人かいるっ僕の友達で、石川県に行った、自衛隊に入って石川県に行った友達が、かつてよく UFO は石川で見るっていうのは聞いてたんですけども、やっぱりあそこ、石川県って UFO の里らしくて、ね <laughs> え、本当なんですよ。 で石川の押水町っていうところがあって、うんあの、モーゼの墓とかがあるんですけどね、うん、そこあの、10階で海割ったモーゼの墓がそこに存在してるんですけども、<laughs> はいはい、そこのやっぱり日本海側のとこには UFO がよく飛んでくるらしくて、うん、UFO って書いた看板が、そこの石川県のある地区にはいっぱい出てて、えー、UFO のラーメン屋とか。はい パチンコ屋さんんとかいいっぱあるですそこでね、UFO って書いて、運送、不動産、お米って書いた看板まで見たことありますよ。UFO のそうや概要は、運送と不動産とお米のことだったらしいですけどね。お米はちょっと卑怯ですね、そこの3つ扱ってる商店なんでしょうけどね。え でもまあ相変わらずそうやってたまにねちょっと未確認気候物体見たとかあのウマ、馬っていう、UMA って書くね未確認動物みたいなのが出てきたりしますよね私、昔、そういう研究家の方に金星人だって言われたことある三浦ですか金星人がいい人で火星人が悪い人って言って。 い,やい,やね、いい人とか悪い人の概念ってあるんですかね、のその宇宙に、うん、<laughs> いい悪いって、地球上で考えられたことでしかし、ね、韮田澤さんがね、えーあの、近世人の写真見せますっ,て言って、どっから見てもアメリカ人2人乗 <laughs> あのよくムーにもすごい美人のね、<う>あの宇宙人の人が乗ってる写真、よく毎回出てるんですけどね、すごい普通の。 あの金髪の綺麗な人でし、えー、だから夢はあるんですよね <laughs> あのえ、変な感じの人じゃないんですよあのムー40年前と比べて、なんか最近のトレンドみたいなのはあるんですか、はい、何か流行りがあるとか。その間、ちょっとあのそのなんかムー40周年っていうやつで、本にちょっと参加したことあるんですけども、見せてもらったけど、<laughs> はい、ほぼ変わってないですね、<laughs> 古代文明と、まあ、UFO と。 まあユダヤ、麦磁麿、大予言とか、そういうのは、まあ、普遍ですよね、古典と言ってもいいぐらいなんか今回のコロナとかは予言なかったんですかね、ノストラダムスとかが、まあ、言ってた年月日が当たりませんでしたけども、ずれてずれてっていうのはあるかもしれないですよね。そこらに つけてどうにかしたいとこですよねね特集もただ前回やった時に UFO の到着場所かなっていうなんか三角形の頭に紙でできたものをかぶった研究家の人かな若い研究家の人が見つけたって言った去年の段階で見つけたって言ったのがそれが追求してったらタコだったんですよ。 今時珍しいですよね、これだっていう、タコだったんですよ、それが、恐らのタコってことが、現場で分かっちゃったんですよ。あタコ、タコっていうのは、あげるタコのほ風ですか風で上がるタコの方ですか。それで、分かっちゃった。そう、それで俺がタコじゃねいかって言ったらね、そうですねって言ったんですでも今年 あいつあの方は、まってませんよもう絶対黙って、ま、ないと思うんですよ。なあ<ー>か分からんけどさ、うん、礼儀として、うん、タコだーって言っちゃ、もういけないのかな、うんうん、なんか,きっと礼儀というか、タコ型を模している場合もありますもんね。うん そっちのパターンかなあっちが期待しているっていう向こうが寄せてきたってことですねるかもしれませんいやでもねその番組では確かね完璧にタコってバレたんですよその時はあ完璧です完璧だからでも今回はその方は絶対もう黙ってないですよおたけさんって黙ってない黙ってないと思いますよ黙ってないですよね今ででですよねなんもあれ あの終わるたんびになんか今年が最後今年が最後ってずーっと言われてるんだけどあれ担当の人がいるのねあ<ー>担当のディレクターがのタその人年に1回の年末になってくると「えー、今年も来ましたよ大竹さん」って年末特番をやるのね。うん、あのよく 大体イの方が来るときに、これが最後の来日ですってよく書いてあって、毎年来てる人いるんで、いすの割とベンチャーズ状態みたいなものが、的なあ、えー、いや、でもね、なんか近頃、俺もちょっと今年は何言うのか楽しみになってきちゃってね、こ <laughs> の人ね、あはいろいろそういうこと考えて忙しいでしょうからね、そういう人ね。たまに、うんうん あの本屋さんに行かれたら「ムー」あるかなとか「元気かなっていうブルースソウルレコーズ」出てるかなっていうチェック皆さんもされるとねちょっとホッとしますよなんか気持ちいい <laughs> はいかごや,や姫は今月の裏に住んでて5点があるらしいですよ、うん、すいませんちょっとお時間のほうが少し時いまして、はい え、お時間来ちゃいました、すいません。はいはい。ありがとうございました。月一年ぐらいの三浦じゅんさんでした。大竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子勝さん。今日はリモートでのご出演です。勝。どうも。おめでとうございます。ありがとう。元気してた。元気、まあ元気っちゃ元気なんだけど、なんか太っちゃった。 え？全然動かないから太っちゃう,そうだよね。もう,そう、ね、大変だよみんな太っちゃって。あそうだでっかくなったんじゃないまた。ね、先生もともと大きいのにさ横にも大きくなっちゃったってこと？いやそうそうだから養豚場みたいな状態。だ <laughs> 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 から餌ばっかり食べてるけどやっぱり動かないとダメだよね。<laughs> いやダメですねもう。いや今日はあのそういう意味ではおめでたいんですけど、はい、話は相変わらずおめでたくないような話が多いんですけど。はいはい、うん あのー、ここのところ、解除の,の条件についていろいろ出てきてるじゃないですか、うんあのー、安倍さんがなんか政治決断らしいですけど、うんうん、あと小池さんが東京アラートとか名前つけるのうまいですけど、うん、なんか全部意味ない、ほとんど <laughs>、あのー、全く意味ないっていうことを今日やぶ、うんうん、しゃべろうと思ってでなんでで。最初はね、うん あの、週明け、うん、あ週明けっていうか、あの、連休明けの5月11日あたりから、ずっと見てると、11日、感染者数がと、あの、見桁いかなかったと。うん、11日が76、12日が84名、それから13日が100名と。うん、だけど、よく見てると、死者数が22、 25、それから13日が19名、うん、ほぼ20名前後なんですよ。うん、よく考えてみれば分かると思うんですけど、うんうん、感染者数と死亡者数をこうやって見ると、まあ、必ずしも日,日付は一致してないんですけど、うん、死者数は減らないのに、感染者数が減ってるっておかしいでしょ 感染者数に対する死者数の割合っていうの、死亡率見ると、2割から3割なんて非に高い、そ常ですそういうことになっちゃうんだよそういうことになっちゃうんだよな、例えばアメリカ世界で一番多い感染者数も死者数も多いですけど、うん、感染者数が145万7000人で、死者数が8万7000人で相当いるんですけど。うんはい これ見ると死亡率は6%ですよ、約。そうですね。2割じゃないでしょうんうん、から、一番なんか典型的なのは、実験場になったかん、うん、監禁クルーズ船。うん、あれを見ると、七百十まあ3500から700ぐらいの人数なんですけど、712名の感染者に対して、死者は13名ですよ。い、うん。と死亡率は約2%ですよ。はい、うん。うん みんな2%前後だって言ってるのに2割だから、うんうん、つまり10倍も死者数が増えてるあの、感染者数に対して死亡者数が10倍もい,、うん、い,いるっていう、そういう状態は明らかに検査数が少なすぎるってことでしょ。うんうん、そういうい感染者数がちゃんと割り出されてないように取られちゃいますね。死者数はずっと20前後なのに、うんうんうん なんか連休でどんどんかあの検査数が減っていくうちに、うん、検査の数はずっと増やせ増やせって至る所でみんな声を上げて言ってたけどさいろんな指揮者の人とか全、うん、そんんななに増えてないもんね金子さんいろいろあるだろうけども経済の問題も絡んできて、うん、もうこれ以上はちょっとのっぴきならないなっていう。 その経済問題の方の破綻が大きくなりすぎると、うん、そういうことも、やっぱし考えての話えそうなんです、今日言いたいこともそうなんですけど、うんうん、ただ、これやってると、うん、外出自粛をやればね、うん、それはあの感染の,あの数は減るわけですよですね。だけど、そうすると、経済の方で生きていけなくなっちゃうわけです 経済で生きてなくなっちゃうからってって解除するじゃないですか、解除するとまた感染が増えていくわけです、世界中で見てると、そうすると、この人が生きていけないっていうことと、経済で生きていけないっていうことが、悪循環みたいなジレンマになっちゃってるでも、両方考えなきゃだめじゃん。両方考えなきゃいけない、両方解決しなきゃいけないの両方とも解決する気がないから、今言ったのは、とか見せかけで。 感染者を減らしても、それで解決したかのようにしても、必ずしっぺ返しがやってくるってことがはっきりしてんのよ。だから安倍さんが、なんか専門家がね、2、3週間見てくださいとか言いながらも、政治決断だとか言って、最近、直近の1週間で感染者数が10万人あたり0.5人とか勝手な、 何なんだ、その数字は、客観的な数字として意味あんのかっていうと、何も説明できないような、1週間で500名の感染だったら解除するのかっていうね。っていうことは、だいたい100名を割ればね、まあ、2桁が続けばもう解除するよって言ってるのに等しいでしょだから小池さんは東京アラートって1日あたり二20人の、その新規感染者数でまあ解除の条件にするって、これも意味ないじゃん。 それってま検査の数少なくすら減るんだからだからそういうふうなことって先に発表しちゃうと私たちははっきりあのこ,これ、ま、検査してもらいたいわけじゃないそうちょっとでも症状出たらさ<う>余計にもっとできない方向に行くんじゃないかと思って不安になるいやその通りだからジレンマになって、うん、はまったまま泥沼になっちゃう、うん、その危険性、うん、であの私の友人で児玉辰彦っていう東大生の系の名誉教授いるんですけど、うん 児玉辰彦が、うん、あの抗体検査の機械を6機入れたんですよ。うん、いろんなとこから寄付集めて、うん、1>, 1台1000万円もするようなすっげえあの高速の機械なんですよ、うん、精度が高いで、うん、それでやったっけか偽陽性とかそういうあの疑わしいものを全部弾いて、うん、あの厳格にやったんですけど、うん、500名のうち 名今日記者会見やってましたけど500名で3名つまり0.6%の感染率うん、うん、これはあの一般の病院で14歳から90代の男女をほぼ同数のいわゆる倫理委員会で承認された匿名化された検体をやったわけでうん、うん、500で0.6%。 還元すると、1398万人だから、うん、約8万3880人の感染者がいることになるわけ。うん、で、5月1日から5月2日の,かあの検体だから、うん、それからこ、まあ、感染する前の、あれだから9日前だとすると、4月22日時,時点の東京の感染者数と、だいたい考えるとですね、18倍。 今の現在で直しても16倍、だから8万という数を1000万の東京都民にして、6万人ぐらいの感染に落としても11倍、これって、検査数が韓国とか台湾とか、いろんなところであるじゃないですか、他の国々でやってる。 感染者の人口比の感染の割合で言うと、ドイツとか韓国に比べると日本は大体、あの、10倍から20倍少ないわけ。うんうん、そうですね。だそれにほぼ対応した数字が出てきてる。だからほぼ多分このぐらいいるんですよ、感染が。だから8万いる感染がいて、20人になるとか言って感染しないでやったって何の意味もない。全く意味のない。くったらない。うんうん わかるけど、こううこそこの,、ねそのうん、検体数とかあの、抗体数とかの透明性がね、んねなんかないのと調べてないの、ね、そこはよくわかるんだけど、あのー、ただもう,こう、世界もそうだけど、共存していく、まあ、そこの検体数も全部はっきりさせてるの上だけど。うん 共存していく方法を取らないと、例えば経済のことも全部考えて、総合的に考えると、それが方向性として出てくるんじゃないのかなと思うんだけど、違いまいや、その通りですけど、一つはもう膨大に検査をしなきゃいけないでしょ、その時に今、保健所だけでやってる、なんか、なんていうんですか、クラスター分析とかいうのをやってるんだけども、 追いつかないわけですよ。数がすごい、うん、隠れ感染が多いから。うん、だから保健所の機能をもっと限定して、ライフライン、うん、病院とか、老人施設とか、郵便局とか、警察とか、そういうところの追跡に絞ってしっかり丁寧にやって、ライフラインを守っていくっていう役割に変えていきながら、やっぱり GPS で、あの、個別に追跡するっていうやり方をやっていかなきゃいけないのに、 検察法の改正みたいなことやってさ、うん、盛りかけの規制をごまかしてたら、うん、安倍さんにこんなデータを握らしたらさ、何やるか分かんないもん。うん、これ、あの、金子さんが必要とするのは、うん、もうどん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 検査して、で、うん、陽性の人はどんどん隔離して、 そうやって市中の感染を防ぎつつ、もし感染者が出たら、そのえー、個人情報を潰した形での GPS 検査、えー、追跡などをして、えー、どん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 <う>、えーえー、潰していってで、経済活動できるだけ。いくということですよね、うん、やっていかなきゃいけない,い、ね、で感染したとあも、のー、この間もようやくアビガンを特例で承認するとか言い出したけど、うんうん、さっき大竹さんが言ったように、うん、治療法をしっかり、うん。うん 確保しなきゃいけない。専門家が言って何も言ってない。ただ自粛だけでしょ。うん、だから、アビガン認めたら、初期はアビガン。やや肺炎化してきたら、レムデシベル。うん、それから、免疫異常が発生し始めたら、アクテムラみたいな、抗ウイルス剤とか、免疫制御剤みたいなもので、治療法でブロックをしていく。うん、死ぬた、死なないようなブロックをしていく。そういう治療法を確立しながら、 どうしようもなくなったらエクモで人工心配で救っていくみたいな、うん、そういう,こう治療法の段階をやって死亡率を落と、うん、の、うん、抑制する方法をしっかりあの、うん、病院全体であのなんか、とにかく検査だけじゃなくてね、そういう治療法も 薬も自由に使わせるような形をそう、だからしっかり取って、金子さんのおっしゃるように、なんか、ごてごてというか、出遅れ感ね、うん、例えば<う>アビ、アビガンにしても感染症指定病院のに行けば、そこにアビガンあるけど、それ以外のところにアビガンは行ってないとかね、そういうこととか、それから、まあ、最初の、やっぱしオリンピックとか、ああいうことでの、なんかち、ちょっと金子さんのおっしゃるように、 なんか検体数を少なくしてたところ辺へんから、やっぱりちょっと少しずれずれのまま来ちゃってるって感じは急がないといけないんで、ようやく厚労省がね、文科省の研究機関がどれだけ PCR 検査を持ってるか調査をし始めるとかね、待ってくれよ、3か月前だろ、やることはみたいな、そういう状態なんで、とにかくあのきちんとしたやり方にあの戻っていかないまま、なんか、 根拠のないようなデータのないようなね、解除基準とか下らないよなデータというのをやらないことはと正しいデータと正しい情報があって、この新型コロナの,あの山を徐々にやっぱし小さくしていくっていうね、透明なことをやっといて、それでまあこ,のここの,あのコロナとは共存していく方法を考えてっていうことだよね、でも。 いやそうですよだからちゃんとした治療法も含めてね、専門家会議はしっかり言わないといけないのに、うんうん、もう全くそういうこと言わないで、ただステイホームみたいなことじゃだめだと思うんですよ、うんうん、そこのところが今の、うん、うう最大の問題じゃないかなと思います。先生ままたた来週会おうねまたねが少しダイエットすんだよ <laughs> <laughs> はい、りありがとうございました。<laughs> 大竹新志工遊路。来週月曜日は経済アナリストの森永拓郎さんです。お知らせのあった交通情報です。